ついては来てるんですよね。データ上は。まあ、これで緊急事態宣言が解除されて、まあ、また今韓国が流行ってるみたいな感じで第2波が来るっていうリスクはまあ拭えないわけで、じゃあどうしたらいいのかみたいな感じになるじゃないですか。じゃあコロナウイルスってもともと何の病気ですかね。何ですかあれは。ウイルス。ウイルス。何になるんですかコロナだったら。肺炎。ああそうそうそう肺炎。ああ。そう。肺炎って何の病気ですか。肺の病気。肺の病気。肺の病気ってことは何がやばくなります。呼吸。ああそうそう呼吸ですね。で呼吸器なんですよ。呼吸器系の疾患の病気になるので、呼吸器を鍛えてることが一つ大事になるんですよ。でウイルスっていうのはだいたい2週間なので隔離されてる時間って2週間じゃないですか。2週間が人間の免疫白血球が戦ってくれて、そのウイルスと戦ってまあ勝つか負けるかっていうのが2週間で決まるみたいな。でその間にじゃあ何をしたらいいのかだったり、それにならないようにどうしたらいいのかっていうのが、まあ、呼吸を鍛えるっていうのが大事になるんですよ。なんだそれはって感じですけど。で呼吸って意識しないでもっていうか呼吸止まって死ぬんで人間死んでしまうので、こう話しながらでも呼吸はしてるんですけど、それを意識的にやる、そして効率的にやるっていうのがすごいいい方法があるんですよ。ある道具を使うんですけど、なんだと思います。ペットボトル。おお、いい視点ですね。なんだろう。なかなかペットボトルに刺すやつです。刺したりする。あ、そうそう、ストロー、正解。おお。こいつです。これ100円ショップで150本で入ってるんですよ、100円で。で、こいつを半分に切るとこんなのありますね。これを加えるだけです。へぇ。口すぼめ呼吸といって、口をすぼめて呼吸すると、呼吸すると、お腹に力入るの分かります？勝手に。普通に息吐くより、ふーってやった方がお腹に力入るの、なんとなく分かります？うん、これってなんでかっていうと、横隔膜を使うんですよ。気をすぼめると。なので呼吸器系のリハビリで肺炎だったりとか、まあ、間質性肺炎とか PCDA とかっていうのあるんですけど、そういうのの時ってこういうことをやるんですよ。なのでトレーニングの時とか普段の日常生活とかであんまり呼吸意識しないじゃないですか。こんなのを加えると息吐く時にどうしてもすぼめないと息吐けなくなるんで、そうすると早く呼吸が早くならないんですよね。浅い呼吸ってどうしても肩とかでやって首周りでやっちゃうんで、この辺が動いてこないんですよ。なんでこんなのを使いながらお仕事ちょっとしたりとか、その休憩中にこうやってよく、まあ、家だったらできると思うんですけど、これやるだけでも、あ、普通にトレーニングしてる時とか体感する時とかもこういうのを入れてあげると横隔膜も一緒に鍛えられるので、横隔膜が動くと肋骨も動くんで、全体として肺が鍛えられる、呼吸が鍛えられるって感じになります。で、ぜひぜひ。これ半分に切ってるんで、3分の1に切っても加えられれば何でもいいんですけどね。ストローが一番やりやすいんで、まあ、今ちょっと衛生、環境的にストローはちょっとやばいかもしれないんで、なんかこう、紙ストローとかでもいいかもしれないですね。はい。まあそういうので作ってあげるのもすごい簡単なコロナ対策になりますんで、ぜひやってみてください。はい、では今日はトレーニングの方をやっていきましょう。はい、ではストレッチからいきます。はい、では前ならえしましょう。このまま後ろに手を持っていくような形で、耳の方に通過したらぐーっと後ろに取っていきます。背中を意識してここからいきます。吐いて2
OK。 ではそのまま横に開いていきましょう。ぐーっと開いて後ろを見ます。そう、1。吐きながら、2。ぐーっと吐いて、3。4。はい、OK。では反対側に振り返って、ちょっと前ならして、同じように上にぐるっと上げて、ぐるっと反っていきましょう。
HIOK! ナイスです。OK! では、水ちょっと入れていただいて、水分補給しながら準備して、次に行きましょう。今日はちょっと体全体刺激入れていきます。しっかり姿勢を維持する筋肉全体的に刺激していきましょう。ではまずは腕立て伏せですね。膝をついて手は肩幅ですね。で足が遠くなるほど結構きつくなりますので、そのコントロールしていただいて、足をペタッとつけても OK。 で、このまま胸を近づけて OK ある。そう、お尻が残らないように、お尻が上にこう残らないように体を倒す。あ、そうです。 OK、 では行きましょう。レディー、はい、ゴー。ダウン、1、ダウン、2、ダウン、3、ダウン、4、ダウン、5、よいしょ、6、7、8、9、ラスト、はい、OK! ナイス、いいですね。OK!皆さんしっかり胸に近づけて、お尻が残らずにそのまま待ってるので、その姿勢で OK です。次は手を三角形にします。この状態で、同じように近づける。同じですね。で、起き上がる。こんな感じで。やっていきますよ。できる範囲でいいです。なるべく落とせるところまで行って、ここまで限界だなってなったら、ここで戻っていいです。体が、こういう感じでお尻が突き上がる状態でやると腰痛くなっちゃうので、いける範囲で倒していきましょう。そうです、 OK。 ではいきますよ。レディー、はい、ダウン、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト、はい、 OK、 いいですね。で次はちょっと背中へ行きましょう。背中周りのトレーニング、今日はちょっとうつ伏せでやります。背中を上げる、腰を反らないで背中を上げるイメージですね。腰を反らないってどういうことかっていうと、この状態で反った時にここを軸にこう反らない、この上の方を段階的に反っていく。弓なりになるようなイメージですね。うつ伏せになって、両足をこのように曲げます。で、バンザイしていただきます。で、この状態でよくあるのが、こういう背筋ですね。これではなくて、体は上げないです。体は上げずに、下を向いてこの姿勢をキープしたままバンザイして腕だけを上げます。腕だけを上げる。ちょっとやってみましょう。そう、寝てもらってバンザイして、そうです、で手だけ上げます。1、そう、あ、いいですね。上体は上げない、なるべく上体は上げない。そうです、そう。あ、で、タマさん、今、こういう背筋になっちゃってるんで、伸ばして腕だけ、腕だけ。腕を上げることによって背中を使います。では、いきますよ。万歳して、V の字を作る。親指上にして、レディー、アイアップ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK! OK です。意外と地味なんですけど、結構背中、肩周りいきます。で、今度は手を開いて、T の字を作ります。肩が上がらないように注意しましょう。この状態で、
寄せる。肩甲骨を寄せます。下ではなくて、ちょっと真横ですね。親指上にして、このまま上げる。ふじみさん、ちょっとこっち側に上がっちゃってるんで、真上ですね。そう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 。そうです。親指上にしましょう。親指上。で、このまま上げます。では、いきますよ。レディー。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。いいですね。で、最後、W、万歳して、この状態で、下に引く。1、下に引く。肘を引くやつですね。いつも前傾姿勢でやってるやつをこのままやります。万歳して、下に引く。いきましょう。まず、T の字で万歳して、で、そのまま下、引いて、1。そう、はい、万歳。2、3、顎を軽く引きましょう。4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、OK。 はい、いいですね。背中周りですね。ちょっといつもとは違ううつ伏せでやっていくと重力も背中にかかるので少しこちらの負荷が高いです。皆さんでもだいぶできてますね。この背中が使えるとイメージがつくととてもいいです。この辺ですね。はい、 OK。 では次はですね、スクワットいきます。両足を広げます。で、手は前、胸の前でクロスします。足は肩幅に広げて、このままちょっとでっちりになります。後ろに少し前傾、こうではなくて少しお尻を引く、こんな感じですね。こっちじゃなくてこっち、ちょっとでっちりにして、このままダウン。そうです、いいですね。小泉さん、そのまま前を向きます。1。そう、伊藤さんもいいですね。そうそうそう、タルさん、そのままダウン。そう、2。はい、ダウン。下を向かないように、目線下げない。そう。伊藤さん、その目線で、小泉さんもその目線でいきましょう。4。ダウン。5。6。7、8、9、はい、OK、OK です。では次、ちょっとワイドにしていきましょう。つま先外に向けた状態で、ワイドにして、こちらのお尻と内側のももをですね、ももの内側を少し使っていきます。足、つま先は外に向けましょう。そのまま胸の前で手を組んで、右に体重をかけます。ぐーっと上げて、はい、戻る。1。親指に体重をかけないように、ダウン。お尻で、はい、戻る。2。ダウン。3。こうならないように、まっすぐ、し、そう、足の裏を感じて、しっかり地面を支える、ご、ダウン、えい、6、まだ下げられますよ、ダウン、えい、7、そう、ラスト、はい、OK、お尻、内が効いてれば OK です。で、この反対、左足に乗っける。こちらストレッチしてるような感じですね。はい、戻します。1。しっかり足の裏で、膝、そう。2。前に行くんじゃないです。
前に行くんじゃなくてダウンする。そう、皆さん膝がこう行っちゃってるんで、こう行くんでは行くんですけど、それに従って体も行っちゃってるんですよね。下になるべく下に下がるイメージでダウンダウンダウン。そうです、はい、ダウン C。 あー、だいぶいいですね。ダウン5。お尻をダウン6、7、ラスト。はい、オッケー、オッケー。このお尻と裏ですね、内側結構しっかり皆さん使い方が上手くなってきてるので、だいぶいいですね。コントロール、自分の体をどうコントロールするかっていうのは非常に大事になるので、しっかり体を前に持ってっちゃうとちょっと違うことになってしまうので、そこをイメージしながらやっていきましょう。 OK。 で最後ちょっと今の応用で少し遊びます。しこ、しこですね、しこ、お相撲さんみたいな。左足に重心を乗せます。こちらの足を上げます。遠くに向かって下ろす。そう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 、ドンって、なるのはつま先で体重かけないようにですね。つま先で行くとグッとトップ動作になっちゃうので、しっかり外側に乗せる。で今度またこちら側に乗って広げて遠くに向かって2。しっかりお尻を落とします。体をこうならないように。もう一度いきましょうか。左足乗っけて、でここでやった。そう、はい、ラスト広げて、そう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 、グッと、オッケー。これは股関節可動域といって、動きも出るしお尻も鍛えられるっていう、下半身のトレーニングではすごく大事なトレーニングになりますので、ちょっと決まったらやってください。これいっぱいやると疲れちゃうので、この辺にしておきましょう。では最後3分間のトレーニングやっていきますよ。今日も20秒 ×3 ×3 でいきます。で、腹筋ですね。一つ目はプランク、この姿勢でキープします。できる方は動いても OK です。これはどちらでも構いません。20秒この状態でキープ。で、その後はこの状態になって、かかとをタッチ、上の腹筋ですね。で最後は肘をついて足を伸ばしてキープします。そう、これで3つ、これを回していきましょう。では行きます。用意していただいていきますよ。まずはそうですね、四つ這いになります。では5秒前からいきましょう。5秒前2、1、はい、このままキープ。そう、動かせる人は動かす、そのままでもいいですよ。1、1、1、1、そう、ふう、ふう、ふう、よいしょ。1、はい、動きになってかかとタッチ、ふう、ふう、ふう、首を戻さないようにずっと下を向いておへそを見ながらタッチ、タッチ、タッチ、ゴー、ゴー、ゴー、ふう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 、はい、起こして、そう、下腹部意識します。下腹部意識、はい、頑張ってお父さん応援して、うーって呼吸止めない、2、1、はい、下向きなせ、2セット目いきましょう。ふう、ふう、ふう、動かせる人は動かす、動かせなくてもいいですよ、そのままキープでも OK です。1、1、いい、待て、タイム向きなせ、タッチ、
タッチ、フー、タッチ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 、ゴー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 。はい、足伸ばす。呼吸止めないようにしましょう。肩に力を入れない。3、2、1、はい、下の身がプラスセットいきましょう。最後ですよ、頑張っていきましょう。 GO! あ、いいっすね。ファイト。はい、タッチ、タッチ、はい、頑張っていきましょう。 GO!Go! Go! Go! よいしょ、よいしょ、 Go! 4、3、2、1、はい、ラスト。キープして、足伸ばして。呼吸止めないですよ。残り5秒。4、3、2、OK! はい、お疲れ様でした。素晴らしい。ちょっと水分も補給しながら、最後クールダウンしていきましょう。OK! では、ちょっとクールダウンしていきます。両手を後ろについて骨盤引きましょう。で、ぐーっと伸ばして、裏、もも裏、ふくらはぎ、膝裏伸ばします。では足を開きましょう。で、手を後ろについて骨盤を引きます。で、右手を遠くから上げていって、左のつま先に向かってぐーっと伸ばしていきましょう。はい、反対。左手を右のつま先に向かってぐーっと伸ばして、脇とももの内側、後ろ伸ばしましょう。はい、OK! では右足伸ばして、左足乗せます。で、かかとを後ろ、お尻に近づけて、間から手を入れます。その方を自分の方に引きつけて寝ちゃいましょう。お尻のストレッチですね。右足、かかとを寄せて、左側から手を入れます。そこからぐーっと自分の方に引きつけて、お尻伸ばしましょう。では次、横向きでももの前を伸ばします。寝ていただいて、下の足を自分の方向に持ってきます。で、足を持っていただいて、ぐーっとかかと、あ、ごめんなさい、膝を後ろに引きましょう。息を吐きながらしっかりもも前伸ばします。
を後ろに引きましょう。ぐーっと引いて引いて。はい、OK。じゃあ反対行きます。前の足持ってきて、後ろを持って、後ろ膝を引きます。はい、皆さんお疲れ様でした。では音声の方ですね、ミュート解除の方お願いします。お疲れ様です。このような形で負荷をかけていきました。まあ、精神的に全体的に負荷をかけるんですけど、お尻、体をこう後ろに引っ張ってくれる筋肉っていうのは非常に大事なことなので、うん、重力に負けてくるとどん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 丸くなるし、体だったりとか、やっぱりその丸くなるっていうのは、まあ仕方ないことなんですけど、なるべく今できることをしっかりやっていけば、そこは防げますので、なってからはあれもう無理なんですよね。で考えると、やっぱならないようにどうするかって非常に大事になるので、その辺は。日々日中たまに入れていただければと思いますので、はい、何かありますかね今日。はい、ではご参加のよろしくお願いします。はーい、はーい、です。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。